実際にオフェンスのプレイヤーが動きますので、それに合わせてインラインを捉えていきます。で、その時の動きはスライドフットで動いていくといいと思います。よくある動きがですね、進行方向に対して逆の足から動いてしまう場合ですね。戻る時も逆の足から、これギャロップステップと言ってますけど、これはやはり止めにくいですね。やはり進行方向の足から動く、進行方向の足から動くということですね。ドロップステップですね、リトリートステップですね、ドロップステップですね、スタンス、これを崩さないですね、バランスを崩さないこと、これが大事になってきます。では実際に動いてみますが、基本的にこういう外でつく場合にはワンアームアウェイですね、肘を軽く曲げたぐらいの腕の距離を保ちます。これが一応基本ですから、それを原則守りながらですね、相手との距離感、それから重心、それからバランス、動きながらのバランス、これを崩さないことですね。実際にじゃあピボットしてみましょう。はい、はいですね、インラインをしっかり捉えてですね、ですね、そうです、スライドしていきます。その時はストップ、そうですね、見えない方へターンした時は足が変わってもいいです。もう一度戻ってみましょう。はいですね、見えないブラインドの方にターンした場合は体を合わせるようにしていってもいいです。その時にあまり追いかけすぎるとインライン開けてしまいますから、やられてしまいますから、やはりリングを背中にするぐらいでいいです。はい、続けてみて、はいですね、はい、じゃあもう一回やってみよう。はいはいですね、スライドしてますね、重心を落として、そうですね、インラインを捉えます。はいね、見えない方行くときにここです。はいで、はい、ストップです。こういうふうにバランスを取りながら動いていくということが大事です。